ずはじめに東北楽天ゴールデンイーグルス梨田正孝監督よりご挨拶申し上げます。梨田監督よろしくお願いいたします。皆さんどうもこんにちは。新入団発表にですね、このように多数にお越しいただきまして本当にありがとうございます。私も新人ということで9人いますけども、ちょっと年のいたルーキーがですね仙台にやってまいりましたけども、ぜひ選手ともどもよろしくお願いしたいというふうに思います。本当に若い選手がこれからのイーグルスをですね育ててくれる、そういった思いで本当に昨日の夜からワクワクしてこの日を迎えてきたと思うんですけども、昨日いろんな予備練習をしてきておりますので喋りは大体できるんじゃないかというふうに期待しておりますし、東北の皆さん、そして全国の楽天ファンの皆さんに愛される、そして長く好感を持てるようなね、そういった選手になってもらいたいというふうに思います。プロ野球に入ったことだけで満足せずに、これからもっともっと長くですねプロ野球生活を全うしていただきたいというふうに思います。せっかくいいものを持ってプロに進んだわけですから、自分の長所というものをですね、まあ監督コーチあるいは友達同士あるいはファンの方がですねあいつのここがいいなということをですねどんどんこれから見てですね応援を送ってあげてほしいなというふうに思います。ドラフトで1位でオコエ選手にお声かけしていただいてですね、3位では茂木君が入りましたけどレギュラーをもぎ取るように、そして石橋選手にはですね練習をビシバシとやってもらって皆さんから愛されるようなねことをぜひですねやっていってもらいたいというふうに思います。本当に東北の皆さん、本当に球場が来年から変わります。天然芝になります。そして観覧車もできます。そういった中でボールパークとして楽しんでいただきたいという思いとですね、本当にファンの方と共にですね戦えるような雰囲気をね、作っていきたいというふうに私思ってますんで、2年連続で最下位ということですけども、こういった若い面々と共にですねこれからの楽天を築き上げたいというふうに思っておりますので、ぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。楽天イーグルス梨田監督よりご挨拶申し上げました。